魔女あれ昼ごと性別変わった？なんか女の子になってる。なんか服装ちょっと見たいな。ヒレオくんの役んって言ってるのかわからないけど、ヒレオちゃんの服装見たいね、これね。いた。ちゃんと止まってくれてる。黒い。近づいてる。あ、見せて、ファッションショーみたいに見せてくれてる。もしかしたらファッションショーしてくれるかもしれん。スカート履いてるね、なんか。ちょっと、なんだあの格好は。にゃー。あ、始まりました。ハコウグ総合コレクション。なんか最近カンコレがあったらしいじゃん。見てないけど、なんか、最近の服装とかよくわからないけど、流行りって、2世代ぐらい前のが流行るらしいね。ずっと。なんか昔のファッションがループしてるっていうから、多分、ひでおくんその格好は多分2年前ぐらい流行ったのかな。あ、始まりました。ハコフグ倉庫コレクション。てかなんでこんな小汚い倉庫に魔女がいるんだ。やらかした、ひでおくん。ごめん。いい寂しやったわ、俺。ごめんね。久々やりました。堂々としてるな。ファッションショー。出てそう。あ、出てそう。ポージングした。バイバーイ。魔女帰っていきました。バイバイ。はい。ミスりまして、ガチアサリにして、来ました。アサリを10個、ヒデオくんに与えるという。まあ、今日は魔女なので、もしかしたら、女性の方なのかもしれないんですけど。女性だね。魔女は。てか、魔女は魔女っていうか、男の人の魔女って、なんていう、魔法使いっていうの。もうなんか、何してんのあれ。手上げてきた。手上げてきたぞ。後ろからアサリ投げれそうだな。ちょっと過ぎたら行こうか。後ろから出て行こう。こんにちは。これバレなければ。おーい危ない、危ない、あ、こっち開いてる。うーい危ない。危ない。危ない。待って、危ない。これバレてる、あ、バレてる。まずいぞ。ひでおくん、くる。まずい。やばい、なんか投げてきた。なんか、フラスコ投げてきたのかな、魔女だから。あ、やり過ごした？あそこいないぞ、俺。あ、待って、ひでおくんが暴れてる。そこに俺いないぞ。ここだぞ。うわあ危ない。逃げろ。一旦逃げろ。ここバレてない。ここ絶対バレない。ここ絶対バレん。ここは絶対にバレん。あ、見失ってる。ここ強いよね。うわー、くるくるしてる。なんか賢い。賢くなった？魔女だから、あれ何年も生きてんのかな。年の功ってやつかな。200歳ぐらい生きてそう。ひでおくん6個ついてるから、あと4個つければ捕まえることができる。怖い魔女を捕まえることができる。うわ、これ気づくんだ。音かな。耳は遠くないんだね。200歳。200歳。ひでおくん。左から来そうだな。なんかちょっと隙を見せたら倒しに来ようとしてるな。怖いな。ま、でも、後ろから、うい、1個投げて。待って、バレてる。俺これ出てる。スケクリンのあの棒が出てる。まずい。危ない。気づいてよかった。自分で気づいてよかった。今ね、少しね、はみ出てたわ。この壁から。アサリがちょっと出てる。ちょっと怖い。アサリがちょっと出てるのが怖い。気づいてないね。よかった。気づかなかった。こんにちは。
うい、いやー、アイコンつけ、やべ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 、気づいた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 。やばい、なんか投げ、フラスコ、フラスコ、フラスコ。これ投げてきた。キリオの唯一の攻撃パターンなのか、これが。あ、でも、クイボだけ、クイボだけだから。よかった、まだよかった。でも、あと2個つければ、捕まえられるの。よしよし、あと1個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 。フレ違う、フレフレ避けてるよ、これ、ヒリオくん。うぃ捕まえた捕まえた、よかった、捕まえた。あ、せっかくだから、あれか。見るか。服。止まってるとこ見よっか。確保。ヒリオ、確保。ちょっと、魔女の格好見よっか。せっかくなんで。これは、あれだね、エンチャント、服なんかこういう魔女のギアあったんですけど、それを着てるのかな。魔女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 好きだな、そのくるくる回るの。やばい、おぶれ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 、魔女当たってないぞ、俺には。その前か、魔術使ったみたいになってるけど、当たってないからな。魔女は当たらなかったから落ち込んでる。